の心境はいかがでしょうか。そうですね、あと体重を落とすだけで、まあ、体調も万全で問題ないですね。ございます。対戦相手の印象はいかがでしょうか。まあ、相変わらず強いなっていうのは思いますし、でもその上でしっかりと倒すトレーニングをしてきたので、まあ、そこの不安だったり不安要素だったり、相手に勝てるのかなとかっていうのを思ったりはしないですけど、もう本当倒す気で、どんな試合展開になって予想してますでしょうか。そうです、まあ、圧倒的な勝ち方ですよね。大晦日らしく、まあ、ド派手に KO っていうのは一番の理想かなと思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。ご質問のある方お願いいたします。Most of people outside Japan believes Iwata-san can be his toughest opponent. Did you agree with that? Do you believe in that kind of fight? Iwata-san be more dangerous because you fought Mayweather, you fought a lot of other kickboxers?まあ、日本以外で、今度の対戦するレバダ選手が今までで多分一番強い相手になるんじゃないかというふうな話もされているんですけども、まあ、ご自身としていろんな対戦相手を相手にして、まあ、あと去年もレバダ選手という強い相手になって、はい、その辺はレバダ選手に対してどう思いますか。そうですね、まあ、一番はどうかわからないですけど、でも今までやってきた相手の中での結構、まあ、だいぶ強敵な位置にいる選手だと思っています。I'm not sure if he's the toughest, but you know, maybe one of the toughest. So that's how I feel about it. And my last question was, yesterday we talked with Scott Coker from Bellator, and he expressed the interest to.Signing you and brought you to compete in Europe from Bellator. How did you receive that action from Scott Coker? まあ、昨日スポットコーカー氏が話してて、ヨーロッパの大会で例えば来年キックオフ中も盛んだったりするんで、天心選手と契約して、試合に出てもらいたいみたいなことをおっしゃってますけども、そういったことを聞いてるのは非常に嬉しいっていう、非常に嬉しいですね。そういうふうに、まあ、ベラトールも MMA が主催の興行だとは思うんですけど、その中でもキックボクシング で僕の名前を出してくれたっていうことは非常に嬉しいですし、本当にいろんな人にオファーたくさんもらってて、でその中でもマスコットさんにそういうふうに言ってもらえるのは非常に嬉しいことなので、もしこうタイミングだったり機会があればそういうチャレンジもしてみたいなと。Yes, I have heard that, and it's a very honor, and I'm very happy that he mentioned that, because it's Bellator, you know, in an MMA main event, MMA main event, to mention that, to have me in a kickboxing match is a truly, truly honorable mention for me.And I've been receiving different offers from different people, but for Scott to mention that, if the time is right, everything goes right, then I would be interested in definitely in, being in that event. A lot of people did talk about you fighting Kai Asakura. What do you think about that matchup?あとは朝倉海選手との対戦も待ち望んでいるファンも多くいると思うんですけれども、それについてはどう思いますか。ああ、どうなんですかね。待ち望んでいる人がたくさんいるのかどうかもうまだ分かんないんですけど、まあ、向こうがそのキックでもやりたいっていうのであれば、僕をやっても面白いんじゃないかなとは思います。I'm really not sure if there's so many people that are saying that, but you know, if there are, and if Sakura is willing to, you know, try kickboxing, then I would definitely be interested. あとは誰もが見たいって思う状況になったらやることがあるんじゃないかなと。And if the opportunity comes where, you know, everybody's talking that, you know, they want to see me against Sakura, then maybe that might be the opportunity.
他にご質問ございますでしょうか。SNS でも少しつぶやかれたと思うんですけど、はい、髪の毛を黒にした理由というか、はい、あもう今回コッシュなら黒で、ね、なんでちょっとその色に合わせてやってもらいました。お似合いだと思います。あ本当ですか。はい、いかがでしょうか。今回の対戦が、はい、日本のファンの中では、国内の55キロ級の、はい、ナンバーワン決定戦であるというような評価もありますが、実際に、ご本人からすると、その評価というのは、自分も感じられているところがありますか。そうですね、自分の中でも非常に盛り上がってますし、そういう出てもらえることも嬉しいですし、久々なんですよね、56でやるっていうのは。それだろう、もう1年、1、2年以上は。57、8でやってたので、久々にこういう格闘技でやるっていうのは、自分の中でも楽しみですし、でどんな自分のパフォーマンスが見せられるのかっていうのもすごい楽しみなので、やっぱこうお互い団体と団体をかけて戦う今回の試合なんで、まあ、しっかりとライズも背負って、しっかりと最初から倒していかないといけないなっていうのは感じています。新種の、公開対面練習で実際に直接江端選手の練習というか、はい、動きをご覧になったと思うんですが、その実際の江端選手を見て、ご自身のイメージとずれている部分とか、修正しなきゃいけなかったところというのはございますか。イメージとずれている部分はそこまでなかったですね。自分が想定していたぐらいの感覚だったので、まあ、僕はいつも相手を非常に大きく見て、練習したり行動したりするんですけど、まあ、その範囲以内で収まってきたので、まあ、でもやっぱ穴がないというか隙がない選手だなっていうふうに改めて思いましたね。はい、ありがとうございます。それを見た上で相手は噛み合うといけないんですか。はい、飛鳥選手はどうなんですかね。まあ、やっぱり対峙して分かることの方が多いと思います。すごい、まあ、相手すごい噛み合うと思ってると思うんですけど、まあ、逆に僕はすごい噛み合うと逆に思ってるんで、なんですか、どうやって戦ってくるのか分かんないですけど、自分だけ噛み合ってて向こうが噛み合わないっていう状況を作りたいなっていうふうには作ろうって思ってます。あとはまあ必殺技があって、今まで見せてないやつがあるんですけど、見せてない技があるので、はい、それをパチッと決まればいいなと思って。練習では成功してるんですか。練習ではだいぶもう一と星の腕がもげるぐらいの感じ勢いで。お父さんそうですね、父親も今痛くて仕方ないらしい。対面練習で、はい、1回でも同じ時から柔らかいちょっと、はい、感じたことですか。まあ、初めてちゃんと話したんですよね。いや、ちゃんとやっぱこうなんかオーラというか、キックボクシングっていうものを作ってきた感がすごいありましたよね。まあ、初めて話したんですけど、本当に、まあ、褒めてくれましたし、まあ、ここまでキックボクシングが盛り上げてくれてありがとうっていうふうに言われて、非常にそういう思いをこもった試合になるんじゃないかなっていうふうに改めて思いましたね。対抗戦に強い新日本キックの選手とやることに関して、こっちも相手を背負って戦うという気持ちもありますか。まあ、ありますね。だからライズを、そうですね、お互いの団体を背負って戦う舞台がライジンっていうのは、なんかまた面白いことだと思うんで、自分らのホーム、お互いのホームではないところでどんだけのものを見せられるかっていう、で僕と江端選手ならすごいものを見せられると思うので、そこは本当に期待してほしいですし、自分に対しての期待感も相当あると思うので、しっかりと盛り上げて、でキック2試合しかないと思いますけど、その2試合しっかりと
なんかやってますけど、まあ、チームみたいなもんだとも思ってるんで、まあ、戦いはしますけど、お互い同士だと思ってるんで、そういった意味を込めて試合をしたいなと思っています。先ほどからおっしゃられたんですけど、その団体の看板を背負って戦うというのは、はい、那須川選手にとっては、10月とかのネガティブな気持ちよりも、楽しみたいというか、この状況を楽しんでるみたいな、プラスな気持ちの方が強い。まあ、プラスの方が強いですよね、それを背負って、まあ、でも、そのエースの人って、それを背負ってこうプレッシャーになる人っていないと思うんで、こうエースになれる人っていうのは、そういったものも全て、プラスにできる。だからこそ僕も山田選手も勝ってきたと思うので、そういうお互い その思い同士のぶつかり合いです。他にございますでしょうか。It's been a while you not have an MMA fight. Did you see interest in doing an MMA fight or just do your thing, do your own kickboxing match? And if you have interest, did you predict when you come to make an MMA fight again? MMA.付き合ってからしばらく経ちますけども、まあ、例えばまた MMA やってみたいというようなものがあるんでしょうか。それかまあしばらくやっぱりキックボクシングでいこうというふうに思ってます。まあ、今のところはとりあえず MMA をやっていける状況ではないかなっていう感じもありますし、スケジュールだったり自分の試合の中でのやっぱこれ以上 MMA と両方っていうのは難しいと思うので、MMA をやるなら MMA だけを絞ってやる、キックならキックを絞ってやるっていうか、まずは段階を踏んでから、やるとしたら段階を踏んで期間を設けてからっていうふうには感じてるんで、今はその MMA をやろうとはまだ思ってないです。I don't think I'm still in a situation to sort of turn to MMA like schedule wise and all like the different aspects.I don't think I should be doing two ways, you know, MMA and kickboxing at the same time. So I would, you know, need to concentrate on either kickboxing or MMA. So I think maybe after a while, when the time comes, I may, you know, decide to do so. But right now, I'm only thinking about kickboxing.髪の毛とコスチュームを黒にしたっていうのは、はい、なんかこうテーマだったり、イメージでもなんかあって黒にしたと思う。テーマっていうか、今回その、まあ、自分がこうお世話になってるそのデルディさんっていう方にコスチュームデザインをしてもらったんで、でそのデザインの中での色が黒になったというだけだって。まあ、こう新しいチームジャージも T シャツもそうですし、やってもらって、それに合わせてって感じです。